アルゼンチン VS カナダでカナダに4800万円かける化け物が現れる。有名ラッパーのドレイクがコパアメリカ準決勝でカナダの勝利に3万ドル約4800万円をベットしました。カナダ勝ったらいくらになるの？4億6000万になるよ。さすがにギャンブルすぎるて。いや、皮膚かな。ドレイク前3億ぐらい負けなかった。ドレイクは相変わらずおもろいな。やっぱこいつアホやわ。これ当てても一平まだ20億負けてるの。えぐい。厳しいって。ドレイクが賭けたチーム負けてるからアルゼンチンおめでとう。ドレイクが賭けた方が負けるのは超有名な話です。カナダさんお疲れ様。ドレイクが賭けた方毎回負けてるけどマジやめてくれ。学的に不安になる。よし、アルゼンチンの勝ち2倍プッシュだ。アルゼンチン決勝進出おめでとう。まあサウジアルゼンチンに勝ったもんな。カタールワールドカップで唯一アルゼンチンを破ったサウジアラビアの例があります。勝負の世界は何が起こるかわかりませんよ。よりにもよって今のアルゼンチンと今のカナダはきつすぎるだろ。日本代表に4-1で負けてんのに。